皆さん、こんにちは。竹澤勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。本日の動画はズバリ、10分以内で原稿交換をする動画、ズバババババーンという感じでございます。皆様に10分以内に原稿交換ができるようになっていただこうかと思います。10分以内に原稿交換。まあ、ぶっちゃけ原稿交換ってすごいめんどくさいですよね。僕もできればやりたくないなって感じなんですけども。でも、コツをつかめばね、ポイントを押さえていけば10分くらいで交換することができるようになるので、ぜひ参考にしてくださいませ。皆様がもし20分、30分、原稿交換に時間がかかってたらね、10分で済めば10分、20分練習の時間増えるわけじゃないですか。なんか60分くらい、1時間くらいかけて、こうね、うまくいかないな、うまくいかないな、弦張りすぎてる、ゲームからぶちこーんみたいな感じで、はぁ、もうやっとられ、はぁ、もうやっとられ、もうハーマイオニーみたいな、そういった思いも1回、2回くらいはあると思うんですけども、ハーマイオニーってあると思うんですけども、まあちゃんと ポイントを押さえていけばね、そういった思いもしなくなるので、ぜひ、参考にしていただきますと、嬉しいでございます。幸いでございます。そんな感じ。とりあえず、必ず、このストリングスワインダー、これは必ず用意してくださいませ。ここを見たときに、プラスネジとかマイナスネジとかになってないものがおすすめです。このぐる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 回しているときに、このハンドルがスポンって抜けるタイプがあるんですけども、これペグを回しているときに、ね、ズバーンとこう取れたりするとすごくめんどくさいので、店頭で、お店屋で、楽器屋さんで、ここがネジになってないものをチョイスしましょう。で、実際にこうね、ちょっとこうくるくるっと回してみて、この回り心地がスムーズなものを選ぶと良いかと思います。なんかいろいろこうね、種類があったりとかするから、個体差とかもあると思うんで、いろいろこう回したりとかしてね、滑らかなものをチョイスしてくださいませ。300円、400円くらいで売ってると思うんで、ぜひ揃えてください。で、たまに動きが悪くなるときがあるんでね、この間に、フィンガーイーツとか、スプレーの潤滑剤とかをね、挟んであげると、シュシュってしてあげると、すごく良い感じに復活します。そんな感じで、ワインダーをまず必ず用意すること。で、弦交換においては、まあ、ニッパーは必ずあった方がいいので、ニッパーと、あと弦ですね。この3つ。この3つをまず用意してくださいませ。そんな感じで、ポイントポイントを押さえながら、レッツチャレンジしていきましょう。そんな感じでございます。では、まず工程1。弦を外すところなんですけれども、ここはもうズバババババッと、もうババババババッと外していきましょう。ストリングスワインダーを使ってバババッと外していきましょう。僕みたいに今その椅子に座っている状態ならば、こんな感じでギターを置いて、ワインダーをこう回してあげるとすごく良い感じです。ポイントとしては、右手にストリングスワインダーを持って、左利きだったら左手にストリングスワインダーを持って、回しやすい位置でぐるぐる回していくという形です。例えば、今、僕、こんな感じでギターをボンと置いて、右手にストリングスワインダーを持って、ペグにパコッとはめました。この状態でこうやってガーッと回していけばね、その手首とか指先とかをね、うまく使って速攻回すことができるじゃないですか。ほら、もう6弦がもう外れてしまう。もうこんな感じになりました。けれど、極端に悪くやると、こういう状態。結構ね、生徒さんとか見てると、こういう風な人いるんですよ。なんか別にね、これでも悪くないんですけども、ここからその、回そうとすると結構その手先がブレてこうね、ペグからバインダーが外れちゃったりとか、単純に回しずれっていうのもあるんで、必ず回しやすい位置で回すということが大事でございます。椅子に座っている状態だったら、ギターをこんな感じでポンと置いて、左手でギターを添えてあげて、あと足で挟んだりしてあげて、ギターを安定させてあげて、ストリングスワインダーをパパパッと回して、取っていくと。そうですね、足で固定して、この左手で、違うところを回していいですね。足で固定して、左手でこうね、弦をこう誘導してあげるといいかもしれないですね。こんな感じ。で、この時にちょっと注意点なんですけれども、ストリングスワインダーをこうあまり雑に回しすぎると、このヘッドのところにこのワインダー本体が当たって、ヘッドのこのパーツというか、ここら辺を傷つけてしまうことになってしまうので、その辺は要注意でございます。あんまりこうね、ワインダーが直接弦に当たった、ボディに当たったりとかしないように、ギター本体に当たったりしないように気をつけてあげながら、回してあげましょう。ではでは、じゃあ逆にその椅子に座っている状態ではなく、地べたに座っているときとかはどうしたらいいかというと、例えばその地べたにあぐらかいたとかしますよね。あぐらかいている状態があったとしたならば、右手にストリングスワインダーを持って、こう持っていってあげれば回しやすいですよね。こんな感じ。こうやって。けれども、さっきみたいに極端に悪くやると、こういう状態になっちゃうとすごいやりづらいですよね。まあ、途中でこう、なんかペグがずれちゃったりとか。あんまりこうスピーディーに回せない感じ。これはあまりよろしくない。なので、椅子に座っている状態だったらこんな感じで外してあげる。いい感じです、いい感じです。ワインダーをぐる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 回して、左手でこの弦を引っ張ってあげて、で1弦、2弦とかはね、ちょっと細いから刺さらないように気をつけていただいて外してあげると。で、この逆側になったら、そのギター本体をこの裏返してあげたりとかして、
弦を外してあげるわけですね。この置いている場合だったらば、ここまで、今、余弦ですね。余弦を今外しております。余弦を外して終わって、次こっち1、2、3弦に行くときになったら、ギターをこんな感じで裏返してあげて、正面からギターの弦を外してあげると。今、これ足でリックを挟んでます。ギター本体を安定させてあげて、ぐるぐるっと回してあげる。こんな感じでございます。時間的に言うとすると、多分1本10秒もかからないと思うので、うまくいけば1分以内にここまでいけると思います。1分以内にここまで頑張ってやってみてくださいませ。で、ここから弦を外していくわけなんですけれども、エレキギターの場合は、まずここで弦を切っちゃった方がいいです。ストラートとかレスポールとか、まあ、なんですか、その、後ろにイナーシャルブロックがあって、もしくはこちらにその中央マチックのブリッジとかがあって、まあ、どっちみちそのね、穴を通さなきゃいけないんで、このくるくるが邪魔になっちゃうんですよ。なんで、エレキギターの場合だったら、ここで、こっち側のくるくるを全部バコーンって切っちゃった方がいいと思います。で、いっぺんにこの6本切るのはさすがに厳しいんで、ちょっとまあ1本ずつパチン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 と6回、やってあげるといいかと思います。アコギの場合は別にこっち側を切る必要はなくて、エンドピンを外してあげればいいので、エンドピンをさっと外してあげましょう。このワインダーのくぼみの部分を使って、見えるかな？ワインダーのくぼみ部分を使って、ここで外していきます。で、このブリッジ本体を傷めてしまうとね、このテコの原理を抜いていくから、ここの黒いところが、こうやってやると傷ついちゃうじゃないですか。そういうのが気になる方は、何かしらこの当て布をしながら抜いてあげると、良いかと思います。ほい。ほい。そうですね。これも多分1本2秒以内にいけると思うんで、まあ、20秒。多めに見積もって20秒くらいでいけると思います。で、このピンをこう抜いてあげて、このピンコロコロってね、すごいタンスの端っこの方とか、なんかベッドの下とかに潜り込むとすげえめんどくさいことになるんで、あまりコロコロと転がらないように気をつけてあげましょう。おっと、画面がつけっぱなしだぜ。私のメールが世に公開されてしまうと。こんな感じ。で、エレキギターの場合は、こっちを、ね、パッチンしているので、こっちが、ね、そのくるくるじゃなくて、そのね、ツンツルっていうような状態なんですけれども、ボールエンド側を左側に揃えて持ちます。こんな感じ。ボールエンド側、この揃っているこのつぶつぶ側、持ちます。で、このままこっちの縦を揃えてあげた状態で、一回この下の方のこのくるくるまで、もしくはその、エレキギターの場合だったら、そのツルツルのところまで左手で持ってあげます。今こんな状態。右手にボールエンド。で、左手にくるくる。もしくはその切れ端の状態。で、ここから、右手でこのくるっと一周してあげます。くるっと一周。くるっと一周、円を作ってあげて、奥から手前にボールエンドを入れる。で、ちょっと締める。そしたらまた奥から手前にボールエンドを入れる。奥から手前にボールエンド。奥から手前。奥から手前。奥から手前。こんな感じで、まあ、何周かしてあげると、ほぐれずに、きれいに捨てることができるので、こんな感じにしてあげると良いかと思います。で、これでゴミが OK。で、できれば、その、ここの手が入らないところ、普段磨こうとしては磨けないところ、この、なんて言うんでしょう、そのトップのお腹の部分とか、あとこのヘッド、ペグの合間合間とか、まあ、こういったところをね、本当はその洗剤とか使って拭いてあげるといいんですけれども、今回ちょっと割愛します。もし時間に余裕があったりとか、気持ちに余裕があったりだ、あったら、チョコの辺をぜひ拭いてあげてくださいませ。さらに気持ちがあったら、ね、余裕があったら、ね、オレンジオイルを染み込ませてあげたりとか、フレット磨いてあげたりとかするといいんですけども、とりあえずまあ今回は軽拭きをパパッとして終わりにします。こんな感じ。これで第一工程の弦を外すところが、完了って感じでございます。で、その次、第二工程としては弦を張るところ。ここもいくつかポイントがありますので、一緒にやっていきましょう。とりあえず、第一工程は、右手でこの回しやすい位置をキープするということでしたね。回しやすい位置をキープする。で、あんな感じで弦をぐるぐるっとまとめて、捨てやすい状態を作ってあげるという感じです。張るときは、まず、先にババッと、張ってしまいましょう。張ってしまいましょうというか、その、弦をつけてしまいましょう。エレキギターの場合だったら、後ろから、ストラトの場合だったら後ろからその弦を通す、レスポの場合だったらこっちから弦を通す。で、ここで大丈夫です。とりあえずこの弦をね、その本体に備え付けてあげるということです。アコギの場合だったらエンドピンをまず、刺してあげるということ。で、この時にまたちょっと一つコツがあるんですけれども、エンドピンを
ギター本体内部にこのズバババババッと大きく入れた状態で、大きく入れた状態でこうエンドピンをこう刺すとしますよね。そうすると、何が悪いかと言いますと、ギター本体にこのエンドピンが刺さってて、このボールエンドがすごい奥の方にある。この状態だと、ここの遊びの部分があるから、あとで弦を張るときにこの遊びの部分が邪魔しちゃうんですよ。弦を張っているときに、ね、そのある程度のところでこうチューニングをして弦を張っているときに、グーグーグーいけない、バチコーンってなったりとかする原因になってしまうので、ギター本体にあんまり遊びを出さずに、本当はこんな感じで必要最低限ぐらいボールエンドを入れて、ギター本体の中にボールエンドを最低限ぐらい入れて、あ、こんなもんでいいかなと思ったらボールエンドで止め、あとエンドピンで止めるという感じにしてあげると良いかと思います。ちょっとよく見せてください。このぐらい。今ここにボールエンドがあります。で、余弦の穴に入れます。入れました。ちょっとまだそこに見えてます、ボールエンドは。で、この状態でエンドピンを差し上げて、あまり奥に行かないように左手でこう引っ張ってあげながらエンドピンを差し上げる。で、エンドピンの差しが緩いと、またこうチューニングしているときにバチコーンってこう、ね、飛び出てくるので、しっかりとエンドピンを差し込んであげましょう。エレキギターの場合はこの心配はいらないです。エンドピンがないので、そんな心配はしなくても大丈夫です。これは2弦と5弦ですね。2弦と5弦。ちょっと見てください。ボールエンドをあまり奥の方に持っていかずに、ちゃんとこの溝を合わせてください。溝を合わせないと弦が入らないので。OK です。いい感じです。で、その次は5弦。で、最後は3弦と6弦ですね。6弦側。あ、ちなみにこれ今、袋適当に取り出したらこの弦の順番だったわけで、別に何弦からやっても構いません。何弦から止めても構いません。こんな感じで、一回弦を止めてしまいます。エレキギターの場合だったら一回弦を通してしまいます。そして、普通だったらこのままこの弦を張っていくところなんですけれども、まず弦を揃えてしまいましょう。切り揃えてしまいましょう。あまり長すぎると邪魔臭かったりとかするので、切り揃える。これが まだ第2工程の弦を止めるところって感じですね。3本ずつぐらい僕は持っていきます。3本。順番に6弦、5弦、4弦となっております。で、これの、その状態でそれぞれの弦を、まず最初にぶった切ってしまうんですけれども、まず6弦からぶった切ります。6弦にこの巻かなければいけないポスト、ここの位置から、太横の弦だったら1個分ぐらい、1個分ちょい、この辺でぶった切ります。で、5弦はここなんですけれども、ポスト1個分ちょい、この辺、1回ぶった切ります。で、4弦に関してはポスト1個分といってもないので、まあ、想像ですね。まあ、この辺かなぐらい。不安だったらちょっと長めに行きましょう。長い分には特に問題なので、短いと、ね、弦張れなくなってしまうから大変に取り返しがつかないことになってしまうんですけれども、長い分には問題なので、気持ち、不安だったら長めに行くと良いかと思います。3弦、2弦、1弦の順番やってます。3弦からぶった切っていきます。巻かなきゃいけないところから1個分向こう。このぐらい。で、細い弦に関しては、ね、たくさん巻いた方がいいので、2個分ぐらい切っておきましょう。この辺。1弦だったら、1弦から1個、2個、この辺。こんな感じ。これで弦の長さが揃いました。これで第2工程が終了という感じです。第2工程終了。で、その次、最終工程、第3工程の弦を巻くところに入っていきます。ここがね、多分一番難関だと思うので、ここまでは簡単なんですけれども、ここからが、踏ん張りどころでございます。一緒に頑張っていきましょう。何弦側からでも構わないんですけれども、とりあえず1弦側から、6弦か。6弦側から貼っていこうかなと思います。基本的にワインダーを持っている手でこの回していって、回しやすい位置をキープするというのは、ね、さっき第1工程と全く一緒なんですけれども、今回は僕は左手にワインダーを持って、右手に弦を持って貼っていきます。椅子に座っている場合でも、地べたに座っている場合でも、基本的に僕はポジションは変わらないかもしれないですね。こんな感じで持っています。ギター本体。もしその椅子が、ね、高すぎてこの膝が落ちてしまうという感じだったらば、膝からギターが落ちてしまうという場合だったら、なんか足台を用意したりとかすると良いかと思います。今僕は実はこの足元にこういう100円ショップで売っている足台があるんですけれども、この上に足を置いております。椅子に座っている状態がやりづらければ、地べたに座っても全然 OK です。またちょっと難しいかもしれないんですけれども、こんな感じでギターを立てた状態で巻いていくことも OK です。でもちょっとこれは少し高等テクニックなので、今回はこの状態で。
やっていこうかと思います。まず、6弦を右手に持ちます。で、指先というか、その先っぽが向こう側に行くように、こんな感じで持ってあげますよね。で、まず、この穴にこのブスッと刺さなければいけないんですけれども、穴が極端に言うとこういうところ、こういう感じ。こんな感じで横にあったりとかするとすごくやりづらいので、まずまっすぐ刺せる状態に、ここからまっすぐ、ぷぷって刺せるところまでその穴を持ってきてあげましょう。こんな感じです。そうすると、まっすぐストレートに今、ペグのポストに弦が入りました。で、ここから左手でこのペグをぐる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 巻いていくわけなんですけれども、ポイントとしては、右手でこうずれないように、救急車。右手でずれないように、この押さえてあげながら巻いていくというところでございます。極端に悪くやると、右手が何もこのホールドしないと、この巻いているときに弦がいつまでたってもなんかバヨン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 してしまって、全然弦が張れないという状態が出てしまうので、そうならないために右手でこのキープしてあげるわけです。ある程度この張力を保った状態で、ちょっと軽く引っ張ってあげながら、でたまにこの人差し指の指先とかで、このね、先っぽの方を、先っぽじゃないか、その弦が、ちゃんとこう、鉄ポストに巻きつけられるように、ちゃんとこの押さえてあげながら巻いてあげると、こんな感じです。もうちょっとやってみましょうか。ちょっとこう見せた方がいいかな。5弦は右手で持ちます。で、ポストをまっすぐの位置までまず持ってくる。で、弦を刺してあげる。こんな感じです。で、遊びは大体の拳1個分ぐらい、このぐらいで良いかと思います。で、この状態をキープして、ペッポストをこの巻いていってあげます。人差し指をうまく使って、弦がずれないように、ちょっとこう軽く引っ張ってあげながら、この小指と中指、薬指でもこの弦を引っ張ってます。ここでこう引っ張ってます。弦を。引っ張って、人差し指で押さえつけて。で、このグッと今、右手を引っ張ってます。弦を引っ張ってます。で、引っ張りながら、人差し指で、この弦の行き先をコントロールしながら、で、ある程度、張力が出てきたら右手は必要ないので離してあげると、またポストに突っ込む。で、こんなもんかなって長さを確認したら、巻いてあげるという感じです。別のテクニックとして、この一回折り目をつけてあげるともいいかもしれません。このグググッと、こんな感じで、鍵括弧状に。折り目をつけてあげると。こんな感じにしてあげるのも良いかもしれないです。そうするとね、そのずれたときに、あ、ここで合わせればいいんだなというのがわかりますし、あと単純にずれにくいという現象も起きたりとかするので、こんな方法もありかと思います。けど僕は基本的にそれはやりません。そのままガッと巻いていきます。こんな感じ。で、今度は右手と左手の選手が交代しました。もしくは、このギターをひっくり返してあげてもいいかもしれません。こんな感じで。そうすると、ああ、ダメか。どうすればいいんだろうな。同じ手順でやるためには。ギターをこう立ててあげればいいのかな。こんな感じで。そうすると、左手と右手の役割が変わらずに、いけないわ。どうすればいいんだろう。こうか。違うな。あれ、私はいつもどうやってんだっけ。見てください。エラスのこと言ってた割には。あれ、どうやってたっけ？このままやっていくかな？このままやってるかもしれません。左手で弦を通しいの。で、右手でぐるぐる回しいの。あ、このままやってるかもしれません。右手と左手の仕事を入れ替えて。で、この左手で弦をちゃんと向こうに行くように操作してあげながら、巻いていってあげると。くらいいろんな方法がありますけれども、ちょっと皆さんのやりやすい方法を見つけてください。ポイントとしては、片方の手でストリングスワインダーを回しているので、片方の手で、この弦をずれないように調整してあげると、ガイドしてあげるという感じになります。回す手とガイドする手という感じですね。まあ、こんな感じで、オラオラオラってやっていけば、それぞれの弦につき、そうだな。まあ、30秒はかからないと思うので、まあ、30秒かかったとしても、まあ、3分、4分で終わる工程かと思います。なんで、まあ、ちょっと多めに時間を見積もっていくとすると、弦を外すのに、まあ、1分20秒あればいけると思うので、6本あるか、まあ、2分、3分。
で、そこから弦をこうね、止める作業が、まあ多分1分20秒ぐらいあればいけると思うんで、これも2分3分。なんでまあ、こんな感じで止めていく作業もね、1分2分3秒みたいな感じでやっていけば、3分4分でできると思うんでね、まあトータルでうまくいけば10分以内にできるでしょうということでございます。これで、弦の張りが完成しました。もし、この飛び出ている余計なところが気になっていれば、そのままバチコンバチコンと切っていただきましょう。どうでしたでしょうか？なんとなく、やり方は見えましたでしょうか？で、もし、参考になればなんですけれども、もし、いや、実際にやってみるのが早いかな。ちょっとやってみましょうか。今みたいなのを踏まえて、ちょっと私が今から実際に弦交換を全力でやってみようかなと思います。ちょっくら参考にしてみてくださいませ。よっしゃ、それでは準備が整いましたので、割と真面目に弦交換をしてみようかなと思います。ちょっとまあ先にお断りしておきますと、ちょっと私は雑な性格なので、ちょっとね、お見苦しいところがあるかもしれませんけど、その辺は最初に謝っておきます。ごめんなさい。なんで、ちょっとね、傷ついたりするのが気になるという方はね、ちょっとゆっくり丁寧にやってあげるといいかなと思うんですけれども、とりあえずパパッと弦交換をしてみようかなと思います。どんくらいかかるでしょうか？割と真面目にやってみましょう。それではレッツスタート。えい！弦を外すところからスタート。おらおら弦を正面に、この左手を外しながら右手で回していくというスタイル。左手でこの弦をガイドしながら外していく。この間、わずか20秒。いけるか？よいしょい。あ、危ない。OK、逆側。いつトライ。ほら、ガツンっていっちゃった。あ、ここのペグ硬い。ちょっと待って。ここのペグ、ワインダーで回すないぐらい硬い。ちょっと待って。これは飛んだ大誤算だ。おぉ、3弦のペグが硬え。でも2弦からはいけなくもないけど、これも硬えな。ペグ硬えな、おい。まあ、これは動画ですでにご覧いただいたかもしれませんけども、5980円で買ったギターなんで、文句は言ってはいけませんね。値段にしては十分でございます。回したら回るってすごいからね。回したら回るってだけがすごいからね。5980円なのに、回したら回る。で、その次は、当て布をして、もういいや、別に当て布はなくて、もうそのまま、エドピンをバーッと引っこ抜いていきます。本当はその当て布とかしてね、その傷つかないように仕上げなければいけないところでございます。横着しちゃダメだぜ、みんなは。こんな音になっちゃダメだぜ。今、1分半。よいしょ。抜けました。で、エンドピンをコロコロ転がらないように気をつけてあげてと。で、ギター本体に対しては雑だけれども、弦に対してはちゃんと丁寧に巻く滝沢勝成、34歳。そういえば、なんだかんだあともう少ししたら35歳になっちゃうな。信じられないですよね。35歳っすよ。この間のラベさんとかと話しててびっくりしちゃった。あれ、タッキー今年いくつとか言われて、34っつってなんかこう、びっくりしちゃったんですけれども、まあ年齢の話したらね、そんなね、僕から年上の方からしてみたら、おーっと、これは大変なことになった。エンドピンがどっか転がっていきました。これはやばい、これはやばい。ちょっと待って、ラベさんとのその34歳話をしている場合ではなかった。ラベさんは次32歳、33歳かな。私の2つ違いだから33歳か。ね、なんかこう、僕よりもその年上の方々、この動画を見ている方、すごくたくさんいらっしゃると思うんですけどね、その34とか35でガタガタ言うなんていう人もたくさんいらっしゃると思うんでね、あんまこんなことは言えないですけれども。でも本当にね、二十歳の方とか学生の方とか、覚悟したりとか以前、本当にもう生きるうちのあっという間だよ、本当に。気がついたらもうこんな年齢に来てまして、やべえな、みたいな感じで、ドキドキものでございます。本当にもう心はもう高校生くらいもあるんですけどね。なんか気がつけばね、年だけ重ねてしまって、この前にもどういうことだって感じでございますよ。そして、エンドピン、あった、よかったよかった。エンドピンは、ございました。OK。3分。どのくらいまでいけるかな。で、紹介した通り、ここで1回弦を切ります。ほい。ほい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 。大体この辺で、一発でちょい、この辺で一つ、ちょい、この辺で一つ、よいしょ、ちょっと語源が短かった気がするけど、まあその辺はどんまい。ちなみに、5980円のギターに、
2300円、2400円ぐらいの弦を張ろうとしております。すごいよね。弦、エリクサーだからね、ちょっと高いんですけどね。2パックくらいの値段のギター。ね。あ、これなんかすごい。ペグのコストのバリの加工がちょっと甘い。そして、あ、ペグが回らねえ。ペグが硬いな、このギターマジで。このギターのペグにちょっと苦しめられそうだ。こうやって回すと、6弦結構硬いっすね。ちょっと本体をしっかりホールドしないと、なんか回せない感じがすごいします。あ、しかもポストの遊びがすごい。このギターちっちゃい。二巻きぐらいすると、ちょっとポストの遊びがなくなっちゃいますね。結構短めにいかないと、これはあれだな。短めに。ホールド、触ってくれ、ギター。弦、ペグが硬い。全ペグが硬いよ。これ、普通に油とかさせば大丈夫とか、そういうものなのかな。ちょっと一回、事前に油ぐらいさしておけばよかったぜ。そして、このポストの中が空洞になっていて、とっても通しづらいとかって文句ばっかり言う、俺。素晴らしい。穴に通せるぜ。ペグ回すと、なんと、負けるぜ。動くぜ、回すと。すげえ。5980円なのに。しかも、ナットもちゃんと溝があるぜ。フレットも打ってあるし、塗装もしてあるし、黒いし、全って書いてあるし。何よりも木でできてるからね。すごいよね。木でできてるんだぜ、このギター。すげえぜ。半端ねえぜ。木でできてるぜ、このギター。さっき私、この弦を巻くときに左手にワインダーを持ってましたけどね。僕、基本的に多分右手にワインダーを持ってますわ、これ。左手で持つこともたまにはあるかもしれないですけど、多分これずっと右手で持ってます。そして、この3弦がマジで勝って、なんかちょ、すげえ、なんかこの力仕事、エサコッサ、エサコッサって感じがすごくします。よいしょ、よいしょ。あ、これめっちゃ時間かかるな、もう6分になっちゃう。これ多分マチコさんだったらもっと早く来ますね。多分今頃もう張り終わってます。ちょっとペグに翻弄される滝沢勝成ということでね、その辺は見守っていただきます。幸いでございます。ほい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 。で、さっきのそのまたこう年齢の話するのもあれなんですけどさ、なんかこう僕30になるときにね、そのフリートークでなんかね、30になりましたみたいな、なんかそういった内容の動画出してたんですよ。なんかあれからもうね、5年も経ったのかって考えると、すごいびっくりな話ですよね、ほんとね。で、その動画をご覧いただいている皆様は、そのね、知ってるか、ご存知かどうかわかんないですけども、僕はその石川美穂っていうその歌い手さんと、その歌い人っていうユニットをやってるんですよ。この間そのインディーズのレベルに所属して、まあ、インディーズデビューをしたところでもあるんですけれども、まあ、よかったらそのカタカナ5文字で歌い人を調べてみてくださいませ。まあ、その石川美穂とも割と付き合いが長くて、その、30になりました動画とか撮ってる頃とか、ちょっとこう仲良くなり始めの頃だったりとかするんですよ。6分56秒でございました。そんな感じ。で、その時にね、そのね、みそさんはね、結構僕よりも全然年が下だからね、そんな若いのがすげえな、俺も30だよとか言ってたんですけどね、なんだかんだでこのぐらい年になってくると、みそさんがね、そろそろ30に近いっつって、なんかね、そっか、みそさん、アラサーかーって考えると、なんかすごい、ああ、自分が35歳になるのもなんか納得だわ、なんかすごいね、しんみり感じたところでございます。とりあえず弦を張るだけだったら、禅の場合は、禅の場合は7分ぐらいで済むらしいです。多分、マチコさんとは6分切れますね。これいけます。で、ここからそのチューニングをしていくわけなんですけども、そこ込みの弦交換、そこまでレッツトライしてみましょう。それでは再開、レッツトライ。ほい。遊びがすげえ。you
18秒5、こんな感じのタイムでございます。ちょっとこれはね、少し不本意のタイムではございますけれども、まあ、こんな感じでいつも原稿化しているよということでございます。ちょっとね、ああ、こういうふうにこうペグ持てばいいのかとか、ペグ回せばいいのか、ワインダー持てばいいのか、まあ、そういう細かいティップスがね、いろいろこの参考になったかと思うので、ぜひ、学ぶというよりも、なんか真似ぶといいますか、盗んでいただきますと幸いでございます。ちょっと最後になるんですけれども、ペグの回し方、もうちょっと軽くお話しさせていただきます。初心者の方とかにすごくありがちなペグの回し方として、こういうつまむような持ち方、よく見かけるんですよ。初心者の方とかは結構こんな感じで回してしまいます。ペグって、最終的なチューニングを詰めるときって結構ちょっと回せばね、ちょっと動くって感じなんですよ。結構ちょっとなんです。結構ちょっとなんです。なんで、こういうつまむようなやり方をしていると結構大振りな動きになってしまうので、ペグ全体をもう指でこの囲ってあげて、手首で、もう指はこのガッと固定して、手首でこう回してあげる。腕全体で回してあげるようにすると良いかと思います。指先の力とかで回そうとすると、指先の力だけで回そうとすると、意外と硬くてね、動いた時にギュンっていってしまいがちなので、そうではなくて、左で全体でこうペグを包んであげて、特に親指と人差し指。で、この囲むように包んであげて、で、手首を使って、肘とか腕とか全体を使って、大きく回してあげると、ちょっとずつ調整が効きやすいかなと思います。こんな感じで。で、逆側に関してもそうですね。人差し指と親指で、できる限りこう、ペグを全体的に包んであげるようにして、ちょっとずつ回してあげると。こう握る感じにしたりとか、腕全体を使ったりとかすると、ちょっとずつの調整がしやすくなるかと思います。そんな感じで、頑張って、原稿感10分でできるように頑張ってやって、習得をしてみてくださいませ。練習をしてみてくださいませ。そして、たくさん練習時間を確保して、練習をたくさんしましょう。そんな感じでございます。勉強もたくさんしましょう。はい、そんな感じでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バーハイ、じゃあねー。